巨力の戦いは、中国沈賞、五皇の乱直後の紀元前207年に、皇吾の祖軍と、将官の新軍との間で、巨力で行われた戦い。沈賞、五皇の乱を鎮圧するために、新の首都関陽から大軍を率いて出撃した将軍将官は、守備よく反乱軍を撃破し、沈賞、五皇や皇陵といった反乱軍の指揮官を殺害することに成功した。 その後、朝が起こした反乱の鎮圧のために、将官は朝へ進行、首都官隊を破壊し、さらに、朝王と朝耳が牢城する巨六城を部下の王里、祖閣、渡る間に包囲させた。新軍に包囲された巨六城に、諏訪は将軍葬儀を首相、将軍皇を副将とする援軍を派遣した。しかし葬儀は途中の暗用で46日間も投留した。 葬儀としては、勢いに乗っている上に圧倒的な大軍である、新軍と長軍をなるべく長期間戦わせることで、新軍を疲弊させ、その後で攻撃を開始すべきだと考えていた。また彼は、旗に対抗するために生徒の同盟の話も進めており、息子の相乗を生の最小として送ることとなった。一方、旗との即戦を望む工具は長略を重視して、 なかなか戦おうとしない葬儀に豪を逃がして首を跳ね、葬儀は、祭と共に、諏訪への反乱を食わだてたので、葬儀の密命により中絶したと主張して、諸将を納得させ、自身が首相となって、祖軍を率いて、巨力へ進軍した。幸運は、副進の英夫に先遣隊を任せて、巨力に急行させた。しかし英夫は、兵力で勝る進軍に苦戦したため、 甲羽は自ら軍を率いて、甲賀を渡り、三日間の食料だけを残して、都下の船や料理のお鍋などをすべて甲賀に捨てた。後がなくなった甲羽の祖軍は、旗の大軍を相手に奮戦し、ついに新軍を打ち破った。新軍は王里が捕虜となり、祖閣が戦死し、渡る間が自害して、将官も退却を余儀なくされた。兵力で劣る甲羽の祖軍が勝利したことにより、 皇宇の下には諸皇の兵が集まり始めた。将官の新軍は、その後9度に及ぶ皇宇の諸皇連合軍との改戦にすべて敗北し、最終的に将官が部下の柴金、東陰の説得に応じて祖軍に降伏して、旗は継戦能力を事実上失うこととなった。皇宇は、将官柴金、東陰を配下に加えたが、新軍の皇兵20万人は、 不穏な気配があるとして、AF に皆殺しにさせた。その後、諸公連合軍は、関洋へ進軍し、河羽は先に、関洋を制圧していた、その将軍劉邦と関洋郊外で会見した。その関洋は、河羽と劉邦のうち、関洋を含む関中を先に平定した方に、関中を与えると約束していた。この約束に従えば関中は劉邦に与えられる、はずであったが、 幸運は圧倒的な武力を背景に海王の約束を保護にし、劉頬を辺境の冠中に左遷した。一方冠中は幸運の息がかかった召喚、芝金、東陰の三人に分割して与えた。後に劉頬は冠中にて挙兵し、召喚、芝金、東陰の軍、ありがとうございます。